皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2021年11月3日に行われた第42回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦、永瀬拓矢王座と藤井聡太三冠の一戦をお送りするよ。さあ、6月に始まったこのシリーズも残すところあと2戦。もう一つの準決勝は豊島竜王が制し、決勝の相手を決める対局。合間見えるのは仲良しのお二方。普段から研究仲間としても知られているな。本部は研究を外してくるのか、あるいはさらに深く突っ込んだ一工夫を見せるのか、見どころの多い対局になりそうだ。それでは対局に入る前にプロフィールを確認しておこう。まずは藤井聡太三冠。2002年7月19日、愛知県瀬戸市出身、杉本昌隆八段門下の19歳、今期竜王戦は挑戦者として7番勝負に出場、順位戦ハビー級1組、タイトル戦は現在番勝負が行われている、竜王戦を除き、5回登場して全て獲得、現在、王位、叡王、棋聖の3冠を保有、様々な史上最年少記録を塗り替え続けている、スペシャルな先生ね。もはや説明不要レベルだが、その居飛車戦術から展開される正確な指し回し、何気ない配置が最後に効いてくる対局感、素朴な一手が実はエグい。そのスマイルは天使か悪魔か、あるいは将棋聖人か、今日もその展開力に注目だ。というわけでもう一方の永瀬拓矢王座。1992年9月5日、神奈川県横浜市出身、安江輝隆八段門下の29歳。今期竜王戦1組、順位戦ハエ級、タイトル戦登場8回で4期獲得。現在、王座を3連覇中だ。永瀬王座といえば、その守りと粘りが有名よね。どんな状況でも、最後まで死力を尽くし、勝つための手段を必死に繰り出す。自らの存在すべてを賭した将棋はまさに、全身全霊、と形容するに値する。諦めないその姿勢に、心打たれる方もじわじわ増えてきたな。波の人間なら折れてしまうような状況も、何とかしようとするその姿勢、尊敬に値するわ。近年は攻撃においても鋭さを増し、研ぎ澄まされた踏み込みに、うなることが多くなってきたな。そしてかつて指していた振り飛車の戦型、対藤井三冠で時折見せるけど、果たして今日はどうするかな？そのあたりも注目だな。さ、そろそろ対局に移ろうか。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、藤井聡太三冠、マリサが後手、永瀬王座だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。8四歩。さあ、決勝進出をかけた準決勝。7六歩。早速だが相掛かり否定か。3二金。ここ数ヶ月、先手相掛かり多かったけど、2五歩。今回は角換わり思考みたいだね。8五歩。じっくり組んでいく考えみたいだ。7七角、では、形が決まったところで駒組みよ。3四歩。8八銀。7七角なる。同銀。2二銀。角の打ち込みを防ぐ意味でも、1六歩。王様の位置を問う、端歩の挨拶。1四歩。挨拶を返してきたということは、3八銀。盤面右に構える考えが強そうね。3三銀、王様のスペースを確保した、ということだな。3六歩。そして同時に、角のラインを消す意味もある。7二銀。では、攻撃の体勢を作っていこう。7八金。6四歩。後手は銀を真ん中に構えるつもりだね。6八玉。いわゆる腰掛け銀、という形だな。6三銀。私も王様を左に寄せたので、9六歩。スペース確保の端歩好きだよ。7四歩。あら、後手は突き返さずに無視してきた。3七桂、挨拶を返すより、手を進める考えだな。4二玉。王様も遠くに置いておく考えだ。4六歩、では、どこで戦いを起こすかの駆け引きに入ろう。7三桂、桂馬を跳ねて仕掛けの駒を揃える。4七銀、私も腰掛け銀で中央を目指す。8一飛車。今のうちに、9筋を制圧しておくよ。9五歩、同時に王様のスペースも広がったね。6二金。
29飛車。5四銀、9筋を突き越している分、形が違うので。3八金、手数調整でバランスを取っておく。4一玉、わざと移動に一手間かけているんだな。4五歩、一手で済むところを見てかけているわけね。3一玉。4八金、同様に、飛車の動き出て渡しだ。4一飛車、今の形が均衡が取れているということだ。7九玉、先手玉が左に寄ったのを確認し。8一飛車、攻め駒のポイントを左に移す。5六歩、バランスを崩さぬよう、様子見を続ける。9二香、飛車を使った突撃も匂わせる。6九玉、さて、後手が仕掛けてくるとすれば6五桂の桂跳ね。続く桂馬のあたりに対し、対応する必要があるわ。いつも通り、6、8の位置に王様がいると、金の位置は6、6または8、8に絞られる。今回は、後手が9筋の強者を挙げて、端からの多段ロケット吸収を匂わせてるし、王様はなるべく現場から遠ざけて、右方向への逃避を含ませたい。その時、桂馬を残されると嫌なので、できれば歩を突いたりして、咎める手を残したい。そして角をどこで使うかも問われる展開なので、十分に注意しておきたいね。ふむ、だが、先手玉が下段から移動することで、先手の飛車が6筋から左に効果を及ぼせず、盤面左で戦闘を起こすには都合がいい。そして先手が仕掛けるにあたり、桂馬を跳ねるためのスペースは、先手自ら潰している。おそらくこれは誘いだろう。だが、この局面を逃がせば、先手玉はより安定した位置へ移動し、捉えるのが難しくなってしまう。こういう時、どちらかが行動を起こさなければならないもの。よし、行くか。6号桂、その誘い、受けて立とう。6八銀。銀の守りがなくなったところで。8六歩、飛車先から手を作っていく。同歩。同飛車。8七歩。内に入れば狭くはなるが。7六飛車、戦場を先手玉方面に寄せていこう。6六歩。同飛車に対しては、8四角を用意。8八歩、桂取りに対してやり返す。7七桂、同金は壁になるのが非常に嫌だね。8九歩なる。王様の目の前まで迫られたけど。6七金、金駒の連携で飛車を退けよう。7七桂ならず。同銀。7五飛車。よし、これで飛車は捕らえた。7六銀。ここで一技加えよう。8五角。角を取れば、同飛車から退却が成功し、飛車を取った場合は、6七角なるで迫る狙いだ。ふむ、でもそれは、こちらから駒を取るアクションを起こした場合、ここで前のめりに動かず、金に角で紐をつけてしまえば、あとは飛車角両方狙えるわよね。5八角。さあ、一気に動かしていこう。むむむ。2二玉。王様を囲って守りの用意だ。7五銀。同歩。二つ、紐がついていない駒があるので。8二飛車、両取りをかけて角切りを促す。6七角なる。同角、大きな駒損を抱え、玉面に余裕はない。7六桂、詰めろをかけて追っていこう。何のこれ式。5八玉。当初の狙い通り、右に対比だよ。7一銀、飛車に働きかけ粘りに行く。9二飛車なる。大手角取りの両取りだが、6八金。そもそも角はもう受けたもの、ここはあっさり、4九玉。見捨てて安全性を確保しよう。6七金。後手金銀の連携は不完全なので、7四香。外堀から確実に埋めていこう。ぐぬぬ、8二歩。せめて竜の直撃は緩和する。7一香なる。駒を寄せて強度を増やす。5二金。あとは一気に寄せていこう。8二竜、飛車と竜の強撃、攻城戦のターンだね。4二金右。どこかで飛車を取り、反撃に出たい。2四歩。同歩。玉頭を浮かせて陣地破壊よ。2五歩。2筋4筋の歩がここで生きてくるわ。同歩。そして、自ら封じた桂馬が躍動する。同桂。駒たちが躍動する終盤戦。2四歩。
三三桂なる。同桂。竜の利きを生かすため、金の壁を剥がしていこう。五一銀。さあ、いよいよ最終盤。四一金。四二銀打つ。五一金。二四飛車。二三銀。三一角。同金。さあ、これでフィニッシュだ。同銀ならず。同玉と取れば、二三飛車なるで身動きが取れず。先手玉を追っても手が続かない。手番が渡った時点で、金を打ち込まれておしまいだ。では、一三に逃げて上手に逃げられるか、と言っても、これも、先手二三飛車なる、後手同玉と続き。二二竜の一手詰めだ。悔しいが、これはまんまと罠にはめられてしまったか。無念。負けましたー。ありがとうございました。序盤の駆け引きで十中にはまってしまったか。というよりむしろ、典型的な戦後の差で負けた、に近いかもね。駒組みの絶妙なバランスの中で、どこかで仕掛けなければいけないんだけど、常に仕掛けた方がバランスを崩す状態を維持されて、極力マイナスがないて、というのもやりづらい状況。変な話だけど、46手目の仕掛けが、後手にとっては勝負手、という状況なのよね。そんなんもうどうしろと。永瀬王座としては、金が浮いたこの状況に活路を見出したかったけど、5八角で受けられ、駒損を抱えた上に、先手玉の退路は万全、という中、なんとか自陣の攻防から飛車を獲得、先手の弱点、下段に打ち込みたい、という意思はあったけど、一気に寄せられてしまったわ。お見事の一言だな。攻めさせて勝つ、理想的な展開だよね。ということで、この結果を受け、藤井三冠は決勝戦に進出。決勝の東京大会は、11月21日日曜日、千葉県幕張市、幕張メッセで行われるわ。それ、素直に千葉大会、あ、はい。観戦は今のところ公開予定。動画の概要欄に、申し込みページのリンクを貼っておくわよ。当たるといいな。それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録お願いするぜ。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではそろそろ、バイバイキー。